久保さん、その一歩が道となるでいいんじゃないですか。はい。まああのね、猪木さんね、亡くなっちゃいましたけど、僕あの猪木さんの好きなんですけどね。まあ一歩踏み出さないと道は作れないですからね。そう、キクリンね、僕も久しぶりに調べてみたら、なんかね、2週間前に動画をアップしてましたね。 だからまだなんかやってるっぽいですね。<laughs> で、キクリンは、あの、最後僕をお会いしたのが、多分ね、6年前ぐらいかな。僕、6年、7年、うん、なんかあの全国回ってる時に、あの、コーチ寄って、一緒にあの、あの、なんか、対談したような気がするんですよ。あ、セミナーもしましたね。そう、キクリンと。そう。 その時はもうなんかバイナリーオプションやってて、まあ8000万ぐらいだったかな。3000万、三千万だったかな。3000万か8000万かちょっと忘れましたけど、まあ結構なボリューム稼いでましたね <laughs> <laughs> そ<う>。<laughs> そう。でもなんか動画見る限りだと、なんか、あの、ビジネスを教えてるっぽいですね。うん。そうあ。まだやってるっぽいですね。うん キクリンのね、まあ、久保さん行ったことないと思いますけど、僕びっくりしたんですけど、本当に山ん中でしたね。本当に、田舎の在田舎で、山ん中で、そう。あれびっくりしました。<laughs> 本当に山ん中だな、みたいな。でもそのなんかね、プレハブというか、なんかその、ひ、ひ、ひ平屋というか、なんか、なんかのお店だったのかなな、なんか、 なんかあの中はおしゃれでねそう山の中なんだけど中はすげえおしゃれでそう行きましたねキクリンとこ <laughs> そうでもねそのキクリンで思い出したんですけどキクリンが塾に入った理由ってあの、まあ、僕がねセミナーをちょっとねあのプロデュースしてましてであの大阪のセミナーだったかな そうそう西君かそう西君の、あのー、セミナーをプロデュースしてで西君がそう塾を売るみたいなでこうやってたんですけどでその時にきくりんが大阪のセミナー西君の来て一人だけ二人手を挙げたんだけど一人きくりが手挙げてでこう発表してて。 で、まあ、そこで塾入ったんですよ。そう。そっからっすね。<laughs> そう。懐かしいっすね。うん。いやー。じゃあ、その時に、だからな、なんすかね、その、手を上げる人と手を上げない人もいるし、うん。まあ、塾に入る人もい、いる入る人もいればいない人もいるし、 もちろんその、なんだ、手を挙げたから、塾に入ったからあ、未来は変わるのかっていうと、未来は変わるんだけど、その後あの、自分が求めてる未来に行けるかどうかは、久保さんが言う通り、まず一歩踏み出して、また一歩、また一歩、また一歩っていう、この繰り返しなんですよね。で、その道を作ったとしても、歩かない人も、その後歩かない人もいるし、道を作った後走る人もいるし、だからそこがまあ、 もう一つの分岐点かなとは思いましたけどね。うん。でも、もう本当最初の原点を言ってしまうと、その一歩をやっぱ踏み出さない限り、あの道は開けないですね。うん。僕自身も、今の道が開,開かれたのって、本当に、あの、教材買ったからなんですよね。うん。この道があるのは、あの時教材買ってなかったら、絶対今の道ないんで。 教材を買ったことがきっかけで、まあ、ね、あの、リストになって、購入者リストになって。で、そこから1、2年経ってから、まあ、あの、大阪から東京に上京して会社作ったっ、つってね。で、まあ、従業員募集みたいな、スタッフ募集みたいなのを購入者にこう流してたんですよ、ね、情報を。で、当時、ミクシー、ミクシだったかなミクシーで見たのかななんかその商品を買うとミクシーにも招待されて。 でミクシーで見たのかな。うん。で、応募してみたいな。だから商品買ってなかったら、ミクシーにも入ってないし、その情報見てないだろうし。そう。あれなんですよね。たまたま、もうこれもなんか、すごくなんか、なんか重なったやつがあって、あのー、まあ、ミクシー、それがきっかけでミクシーに入ったんだけど、あのほとんどやってなかったんですよ。 でやってなくてまあ教材買ってまあ挫折してでその後僕はバイトするんだけどもそのバイト仲間があのミクシーやってるみたいな感じであのあってそれであのあミクシーやってはいないけどアカウントあるよみたいな感じででそのバイト仲間とミクシーをやるようになってミクシーにこうアクセスするようになって頻繁にアクセスするようになって で、そこでたまたまこの、来たみたいなね。だからそれも、いろいろな点と点がね、そう。ミクシーは、あの、その当時、数年前にアカウント取ってたんだけど、まあ、その後はあんまりアクセスしてなくて。で、その後とと、バイトをして、アクセスするようになって、<laughs> みたいなね。うん、だから、 なんか不思議ですよね。人生っつうのは <laughs> 何が起こるか分かんないですね。点を作点を作らなければ、点と点が交わる。点と点が繋がることはないってことですね。点がなければね。いってらっしゃい。